上田孝一は日本のフリーアナウンサー、ライトハウス所属、九州留国短期大学准教授、元 NHK アナウンサー、広島県広島市出身、広島県立広島国体児高等学校から1997年、駒沢大学文学部社会学科卒業、同年 NHK にアナウンサーとして入局、東京での2ヶ月研修後、東北は、 岩手、森岡局に3年2ヶ月、山陰の島根、松江局に1年勤務した。同期には、島津由里子、善馬高子、戸坂淳一、佐伯武和田正宗、佐藤寅彦、原口正臣、三浦匠など、2001年に NHK を対局し独立。フリーアナウンサー、ジャーナリストとして活動。中国新聞社で、 創刊120周年記念事業として行われているテレビ番組1945原爆と中国新聞で語りを担当。CS のニュース専門チャンネル、朝日ニューススターでキャスター兼ニュースデスクのチーフとしてニュースを編集、制作。北朝鮮拉致問題や事故、災害、国政の現場の取材などを行う。江戸川大学マスコミ自主講座で非常勤講師。 芝浦工業大学工学部非常勤講師。広島修道大学人間環境学部非常勤講師を歴任。現在、九州流国短期大学人間コミュニティ学科、准教授。趣味は読書、日本全国鉄道の旅。資格は国家資格、キャリアコンサルタント。ありがとうございます。